インタビューしよう。アイラ様、来たー来た多分、ワードを見たことないぐらいの。あ、クラインね。はいはいはい。有名だね。こいつがだからずっとチャンピオンだったやつだよね。そう、まあ、俺には勝ったことは一度、ふわっちではないんだけど、うん、ちょっとね、今月全国1位取るって、まあ、同じく言ってたらしくて。ほうほうほう。でね、彼ね、今月自己最高記録出してきたんだよ。ほうほうほう。だからね、俺多分ね、彼が、300ぐらいなの、いつも。そうだね、300万だね、ネットの王子様とかクラインとか。そう、だからそれで終わってたら、俺はね、350ぐらいで終わってたと思う。彼が頑張ったから俺がもっと上になった。なるほど、なるほど。もうホストの、煽り合い、シャンパンゲームみたいに煽り合いが始まってんのか。そう、だからね、もう。いや、あそこまで頑張ると思わなかったのよ、正直。ねえ。ちょっとブルった。ああ、なるほど。そう。だから、いつもの計算が狂ったね、っていう。でしょう。本人も予想してないぐらい多いでしょう、これ。そう、だから、過去最高だよ。いつもね、だいたい300何もだからね。うん。え、何？去年2000万ぐらい稼いだ、配信で。稼いでない。1000万は超えてるし。あ、バナナに見せてあげるよ、後でじゃあ。あ、見せて見せて。え、何を見せてくれんの？え、稼いだポイントでしょ？え、見たい見たい。めっちゃ見たい。去年だよ。うん。全部で1000ぐらいだよ。これさ、俺参考程度に聞きたいんだけど、答えられなかったらいいのよ。うん、マンスリーでは700って表示されてんじゃん。うん。だけどこれってさ、言える。え？言える言える。いや、言える？これってさ、手取り、俺の目算だと620万か、そこら辺だと思うの、うん、手取り。当たってる？超近い。あ、近いでしょ？うん。どれくらい、いくらの手取りいくらぐらい ?618。おぉ、うん、いや、それも手取りっていうか、まずまあ、ポイントの段階でしょ？そう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 。だから、現金化はしないから、税金はまた別だけど。ちなみになんだけど、税金申告すんのこれ。知ります、ちゃんと。何色で申告すんの？いや、白ですけど。え、お前白で申告すんの？バカだろ？いや、開業届出してないんで。あ、開業届は全然いいんだよ。てか、お前、会社起こせよ。これ、いや、個人事業。ダメって言われたよ、役所に。え？役所？うん、いや、役所に相談しに行ったら、おう、開業届出す、なんか、ふわっちのこと言ってもよくわかんないって言われて。あ、まあ、北海道だと無理だろうな。東京だと全然通るよ。うん。で、とりあえず、始めてからすぐ開業届出してますって言って、いや、出してないんですけど、つって。おう、いや、だと、ちょっと白色になりますねって言われたよ。あー、まあ、なるかもしんない。ただね、ただ、最近ちょっと強めの税理士、見つけて、話したところ、想像の半額ぐらいでいけるね。言わないけどね、額とか。ちゃんと、申告しに行ったって、それ配信するから、俺。紙見せるし。わかるわかる。全然そこは疑ってるわけじゃないんだけど、俺の予想を、アイラが、そう、税理士とか入れないでやったら半分持ってかれるのよ、うん、これ確実に。で、俺バカだと思ってんの、それは。そうじゃなくて、うまくやったら、25% から 30% ぐらいで済むはずなの。あ、ちゃんと税金。そうそう。それで合ってるよね。お前、本当に税金対策やった方がいいよ。え、わかってるわかってるわかってる。大丈夫。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫。全く問題ない。あ、全く問題ない。で、任してるから。あ、そう。いいなぁ、うん。いいですね。配信会トップに稼いでるアイラ先生。ちょっとコツ教えてよ。いやでも。コツ。いや、閲覧は、だから閲覧はもちろん狙ってなかったっていうか、狙ってないから、逆にね、閲覧ががっつり増えちゃったら、変にトラブルの原因だから、そう、だから閲覧とアイテムって本当に別だなって、だからふわっちきてすごい思うよ、それは。ああ、わかる。もう全然比例してないのよくわかる。本当に。すごいね、トラブルの元に、逆に増えることによってマイナスになる部分の方が多いんだよね。うん、ほうほうほう。人の絡みが多くなったら、うん。いや、今までアイテム投げてた人がちょっとなんか行きたくなくなったとか、うん。めっちゃあるの、そういうの。あるね。だから、このまんま何も問題なく、少なくてもいいから、だから、閲覧には全くこだわんなかった。うん。マンスリーとかデイリーにこだわってたんだ。そう、それのみ。俺もスタイル変えようかな。
だからね、リスワンの時めっちゃ苦しかったんだよね。あー、いや、俺すごかったよ。だってあれ6000人超えてなかった、リスワン。なんだかんだ。8000人ぐらいいった。8000人ってお前トップじゃん、ぶち切りの、今月の。金梅さん超えてるじゃん。2位がね、すっごい食らいついてきた最後まで。だからやりたくなかったけど、あそこまで行くしかなかったっていうか、もう一日、ほぼ一日配信したもん。あ、まあみんなそうじゃん。リスワン狙ってる日は。きつかったよ、あれ、本当に。だから閲覧普段だから頑張って稼いでいないから、苦しかったんだよね、相当。いや、でも、あれはかっこよかったよ。取れるんだと思って。ぶっちゃけ。うん。狙ったらできるんだっていうのがかっこよかった、ちょっと。あ、狙ったらできるね、基本は。ね。何、アイラは、配信者としてどう行くの？もうこのまま稼ぐ系で行くの？今後とも。いや、もう1月でとりあえずふわっちは、一旦もう2月からは休憩場みたいな感じにして、はい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 。いろいろ考えてんだけど、まあ、キャスやるとか、まあ、引っ越してから、まあ、引っ越すんだけど、おー。で、キャスやって、あとちょっと YouTube で動画作りたいっていうのは、今更思ってきたんだよね。まあいいじゃん、いいじゃん、全然。ていうかさ、ちょっと今更。アイラさ、月末覚えてる？年始か月末さ、お前、俺のこと50万稼げるって言ったじゃん。覚えてる？あ、言ってた。だけど俺蓋開けてみたら今月20万だったの。ちょっと稼げる。あのさ、なんか結構さ、前半良かったよね。前半良かったね。うん。イメージがあったんだけど、後半どうしたと思って。稼げるアドバイスくれよ。アイラから。アイラがプロデューサーだったら、だからほら、色恋とか無理じゃん。若い女の子とか無理じゃん。うん。だからどの辺の層を狙えとか、稼げるんだったらこういう配信しろとかなんかないの？いや俺的にじゃあ勝手な個人の意見だと、和道4、3、だから、ただ、1、2、3、4、5でしょ？うん。そう、だから、いや、あとね、俺ね、これはね、本当リスナーさんがいて言うのもあれだけど、アイテムだったらね、もう、だって、ふわっちってそもそも、稼ごうっていうコンセプトがあるじゃない。そうだね。もうサイト自体が。そうだね。配信で稼ごうみたいな。うん、だから、もうちょっと、がっついていい。ちょっとば、貪欲ぶりが足りないような気がする。なんか、こう結構、はいはい。引き気味、はいはい、はい。いや、意外でね、いや、俺ふわっちゃってと思ったのは、例えば俺がアイテム全然入れませんって放送してるとするじゃん。まあ、来たら嬉しい、ラッキーぐらいで、綺麗事というかさ、やってたら全然アイテム上がんないわけ。ほう。ほうほうほう。なんていうかね、あげたい人って、欲しい人にあげたいっていうか。ほう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 。やっぱ野心、アイテムに野心を持っている人に。ほう。あげたいっていう、なんかそういうね。要は、あれか、がっついてないってことか。そう、ただが、だって和道はもともとだってこの閲覧もあるし、多分配信スペックは高いわけじゃん。まあまあまあ、ありがとうございます。そう、だからさ、例えば配信で閲覧一桁のやつが、その、がっついてたら、ただいやらしいやつだと思うんだけど。そうだね。うん、そう。だから、和道の場合は、なんか、結構、馬鹿正直に、なんか結構、なんかもう、正当派すぎる感じのアイテムに関して、でも、ニコ生でデビューだから、俺もわかるんだよ、気持ちは。俺、ちなみに、配信でいいってこと、くれっていうか、その言い方は、別にくれとかじゃないでしょ。いや、だからどうやって言ってんの？アイラとか。いや、なんかさ、なんて言うんだろうな。なんだろう、エセアカみたいになりたくないのよ。なんかタイトルとかに、最終日とかさ。あ、わかるわかる。なんか嫌じゃん、あれ。もうくれくれじゃん。なんだろう。うん。いや、そう、エセアカとかっていうのはディフェンス配信というか、誰か来るのを待って、網を張って待ってる感じじゃない？そうだね。和道は次々なんか一応なんか企画とかして挑戦してんだけど、なんか花火上がったら、なんかダンベルするとかっていうよりは、結構ね、普通におねだりしてもいいと思うよ。本当に。普通に、ちょっと今月な、30万行きたいから、目標だから、なんとか今日何発か上げれないかなって言ったら、意外と上げてくれるような気がする。それが言っても別に違反じゃないし。あのね、それね、実は、他の配信者も全く同じこと言うんだよね、ふわっち配信者って。
おねだりがうまいやつは、本当に、別に悪い気持ち、リスナーさんがしなくて、全然投げてくれるから、和道さんもっと、きついっすとか言った方がいいよって。きついって。だって俺、こじり慣れてるからね。そう、ね。俺、きついですって言う、きついですって言わない。なんて言う？頼むわっていう。オラオラ営業が。いや、マジ頼むっつって。あ、でもね、オープンに。ああ、頼むわって。あ、でもね、アイラは、頼むっつって。うん。あ、でもね、それね、アイラはキャラに合ってるよ。うん。なんか投げたくなっちゃうもん。今日ちょっと頼むわ、っつっても、あげたくなるもん。じゃあ、あと音楽に、はいはい、音楽でこうお祭り配信して、うん。はい、あ、みんな酒飲むぞ、っつって。うん。ちょっとお酒も回り。あのね、でもね、それすげえ大事で、俺思ったんだけど、酔っ払ってる時間の方が花火投げるよね、みんなね。酔っ払ってテンションであれ投げてんだよね。そう。夕方とかみんな渋いんだよ。そういうのわかんないけど。いや、お前絶対狙ってる、あれは。もう、なんか。お祭り野郎だから、ずっと。嘘つけよ、お前。どんちゃんどんちゃんやって、ウェイつって、KB つってさ、画面の向こうで酔わせてさ、テンション上げて花火させてんだろ。ただ、その前にね、それで結構俺も酔って、やっちまったことばっかりあるけどね。あ、そう。酔っ払ってやっちまったこと。いや、酔いすぎて、花火師ブワーいなくなったからね。ほんと全員いなくなったからね。ウケるわ、それ。あ、やりすぎたんだ。やりすぎた。何？ぶっちゃけた話さ、ぶっちゃけた話だよ。ここだけの話だよ。うん。言いたくなかったら、まあ、ここだけの話ないけどね。いや、ここだけ、全然放送に乗っけてないんだけど、太い、例えば100万とか200万の顧客を抱えてるわけだ、アイラ様は。でしょ？うん。コツでやっぱケアとかしてんの？ケア？いや、お前さ。いや、ニコ生からの、ニコ生の BSP とか、ニコ生からの人結構多いよ。あ、ふわっちからの子もでも今月いるわ。なに？そういう話をしてるんじゃなくて、コツで LINE 通話とかしてんの？うん、コツで LINE 通話全然するよ。どんな話すんの？今日はありがとうなって。普通の話。いや、今月どうだとか、今月、あいつ結構来てるなとか、うん、あとなんか日常的にか、でもそんなしないかな。あ、そう。うん。結構、じゃあ距離ある感じなんだ。枕営業とかではないんだ。でも、まあ、枕営業ってだって、うん、いや、そんな枕営業なんてしたってどうにもなんないでしょ、多分。いや、アイラ様。アイラ様クラスになってくると、やっぱり、お前ちょっと花火あげろよって、ベッドの上で。明日花火しねえともう、俺お前と会わねえから、とか言ってんじゃないかなって。和道さん。うん。そんな、うん、テクニックもねえし、そんな楽じゃないっしょ。いや、でも、こっちは勝手に妄想するわけよ、そういう。ああ、わかるわかるわかる。でも、みんなに言われるけど。うん。意外と LINE とかだから、うん、何言われても問題ないって感じで、俺。だから他に行って、例えば、暴露とか、されても、うん、多分何にもないよ、多分。確かに、アイラの放送で、なんか、被害に遭ったとか女ないよね。一切怒ったことないよね。そう、ね、そう不可思議みたいので言われたことあるけど、うん、その本人じゃなくて、その主とかに、はいはい、相談された被害者にとかさ。はいはいはい。うん、なんか、恐喝されたとか、脅されたとか。はいはい。でもさ、和道もわかると思うけどさ、脅してあげてくれる人いるって思う？いない。いない。絶対いない。絶対いない。全ブロックされて、うん、他のなんかちょっと、サメ島あたりとか強めのやつに相談されて終わりだよね。うん、そうだね。うん、そう。もう本当にガチに潰しに来る。本当ね、幻想だから。うん。でもさ、ホスト系っていうかさ、な、アイラ、イケメン系じゃん。でも、俺はそっち側じゃないわけじゃん。それでも稼げんのかな？ふわって。あ、もう全然関係ないでしょ。でもさ、数字に出てるわけじゃん。そのネットの王子様、クライン、ケンとか、アイラとかって。要はその、ふわっちで生まれた独自ジャンルじゃん。まあ、アイラは別に違うけど、ニコ生からやってたスタイルがハマっただけだけど。タータンとかさ、なんつうの、こう、添い寝系っていうの。うん、うん、うん。俺も添い寝系になろうかな、今から。いや、それはもう全然ジャンル違うと思う。無理。なんか王子様の絵描いて、ラジオ放送。うん、いやー、それね、俺も一
回そっち流れかけたけどね、無理だ。無理だった。じゃあこのまま突っ走ってよ、アイラ。オッケー。クラインに負けんなよ、あと2日で。まあ、ない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 。絶対ない。余裕余裕。いや、わかんねえぞ。ああ、わかるわかる、余裕余裕。余裕、大丈夫。まあ、あと花火2000発ぐらい残ってるから大丈夫。え、どういうこと？リスナーさんがってこと？一応保険で残ってるから。え、もうあげるって言うと2000発っていくらだ？え、花火、1発500円だから、100発で5万円。え？ 100 発、1000発で50万。え、100万円分まだ上がるってこと？いや、2000発は200万円分だけど、違う。一応、その分上げれるよっていうのは、もし危ない時はそうするねっていう保険は一応あるってことです。マジで？じゃあ、もし危なくなったらまだ2000発上げるリスナーがいるんだ。怖え！だから、彼に勝ち目はない。あ、そう。まだいるんだ。すげえな。勉強になりました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ嫌なやつみたいな感じじゃなかったら大丈夫かな。いや、大丈夫、大丈夫。面白かったと思うよ。うん。あ、よかった。よかった。うん。じゃあ、頑張って。うん、ありがとう。夜中にごめんね。ありがとう。うん、お疲れ。すげえな。アイラ、やべえわ。まだ余力があんのか。いや、なんかみんな固唾を飲んでたもんね。コメントビタ止まりしてみんな聞いてたもんね。すげえ。マジか。お前ら、花火よろしく。お前ら、あ、ちょっと頼むよ。ああ、頼むよ、花火。上がんねえじゃねえかよ。全然アドバイス通りじゃねえじゃん。上がんねえじゃねえかよ。全然上がんねえじゃねえかよ。だから違うんだって。アイラだから上がるんだって、それ。風船だからね。風船ありがとう。ハートありがとう、ごましよ。まあ、これが実力の差だよね。実力の差だよね。いや、笑うわ、こんな。いや、すげえわ。稼ぐね。俺、今月、あと花火、100発上がんなかったら引退すっから。頼むよ。今月花火、あと100発上がんなかったら俺引退すっから。お、富尾いらっしゃい。バカプレゼントありがとう。ダメだな。全然ちげえわ。風船ありがとう。タカさん風船ありがとう。いやー、稼ぐなー。配信会の夢だよ。アイラ先生は。アイラバカありがとう。お邪魔しました。おい、とんでもない。夜中にごめんね、急に。北海道行ったらアイラ会おうな。一回飯食おうぜ、配信外で。札幌だよな、確か。腹減った。じゃあ、あと10分で終わりにします。飯食いに行くわ。もう腹減りすぎて胃が痛え。バーガープレゼントありがとう、アイラ。でもさ、結局さ、なんつうんだろう。配信ってさ、キャラにはまるかどうかだと思ってて。なんかね、人の真似してもダメなんだよ。これ結構ガチでアイラに相談もしたんだけど、アイラのスタイルをやっても、俺がやっても全然参考にはならないと思ってるけど、そうそう。モノマネするのが一番良くないからね。でもまあ、アイラがどうやって稼いだのかっていうのは絶対参考になるから聞いておきたかったんだよね。プロの口癖？なんだろう？熊のジャーキー。香川プロの話か。香川さんの話ね。まあ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 、いじくってるだけでしょ。本気でブロックしたわけじゃないと思うよ。ネタだよ、ネタ。あんまり気にしたらダメだよ。気にしないでさ。まあ、配信だから、所詮は。リアルな友達にね、もう友達やめようって話じゃないから。気にしなくていいんだよ。
いやー、今日はいい日だ。楽しめた。最近外配信やってねえよな。自分のキャラが発揮できるかっていつもテーマ。そうだね。俺もいつも考えてて、その自分は何を求められてんのかとか、あとその自分のファン層っていうのがもういるわけじゃん。アイラにはアイラのファン層がいるし、俺には俺のファン層がいるじゃん。で、そのファンが何を求めてるのかっていうのは常に探してるわけよ。そのアイラのファン層は俺の放送見に来るそうじゃないわけよ。で、俺の放送もアイラの放送と被ってないと思うの。俺とアイラがたまたま仲いいだけで。だから、その、自分のファンに応えていくみたいなのは結構大事だと思ってるね。俺は。マジな話すると。和道リスナーっていうのがいるわけじゃん。ありがたいことに。そこに対して、どうやって応えていくのかっていう。どう貢献していくのかっていうのかな。それがね、噛み合ってれば、その、強いファン層ができてくると思うんだよね。だから暗黒とかガッチガチじゃん。暗黒脳って呼ばれるぐらい。やっぱそれができる人が大手なんだと思うよ。自分の配信スタイルを徹底的にこだわり抜けるっていうか。それは大事だと思うのよ。そう、人の真似するのはダメだよね。やっぱり。人の真似するやつは大体ね、ろくでもないやつだよ。参考にはしていいけど、自分のスタイルを煮詰めることを考えるやつは、やっぱ、上に行ってる気がする。それは配信に限らず、どの世界もそうだよな。だから結局人間性勝負なんだよね。俺思うよ、配信やってて。結局人間性なんだよ。なんだかんだ言って。アイラ面白いよ、普通に。だから、その、なんつうの、アイラは自分のファン層に向けてキャラを演じてるっていうかさ。だから、そう、喋った時普通に喋れるわけよ。その、会話っていうか。だから今はさ、俺の、その和道リスナーに向けて合わせてくれてるわけじゃん。だからね、そこがプロなんだよ、やっぱり。その、切り替えができるっていうか。あとやっぱ自信持ってるっていうのが面白いよね。その面白いっていうか強みだよね。自分の強みはどこか、ストロングポイントはどこなのかっていうの分かってんだよ、あいつは。めちゃめちゃ腹減ったな。めちゃめちゃ腹減った。なんか作ろうかな、自分で。今からどうせまだ寝れないから。多分ね、夜中の4時ぐらいに寝ると思う、今日は。腹減ったな。じゃあ皆さん、今日も長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。また見に来てください。じゃあね、今日、新しくフォローしてくれたリスナーさんを紹介して終わりにしたいと思います。新しいフォロワーさん、今日フォローしてくれた人、ケンケンさん、ピーちゃんさん、メメさん、マミリンさん、アユさん、ドシーさん、フォローありがとう。みんなおやすみ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。